皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。PTA 検定試験の傾向と対策を研究せよ。はい、パフュームアニバーサリー 10days2015 パパ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 初日。はい、もう慣れてきましたね。もういい感じです。9月の21日は10年前にメジャーデビューを発表した思い出の場所、はい、TSUTAYA オーウエストにてファンクラブ会員限定なのですが、スペシャルライブ PTA サミットを開催します。わー、そうなの、そうなの。そう、ファンクラブ限定なんですけどもね、うん、このね PTA サミットを開催するにあたって Perfumeにまつわるクイズに皆さんに挑戦してもらって、うん、上位、まあ、何名かがこのチケットを買える権利が与えられるということで、まあそれの傾向と対策と、なるほどね。これ私たちも実は考えてるんですよ。そうなんです。問題自体をスタッフ総出で、はい、すごい量考えてます。すごいよ。今200問ぐらいあるらしくて、わあ、まだ今も考え途中。まだ増やすつもりでいますよ。大ごとよ。大ごとよ。もうやっぱそれぐらいみんな力入ってますし、はい、やっぱそれなりの問題じゃないと皆さんも納得していただけないんじゃないかということで、うん、昔をえらく振り返り、遡って、本を遡り、おお、なるほど。私たちも覚えてないことを質問にし、いやー。いやー、そういうようなことでございます。これはメンバーは受けない方がいいという形ですね。いや、それやっぱもうメンバーメンバーとしてやっぱもう上位受けます。ええ、受けた方がいいと思いますよ。まあ会員ですもんね、ええ、PTA 会員ですから。1、2、3ですね。はい、会員番号です。これ難易度的にはね、うん、大体3段階くらいに分かれてるんですよね。そうですね。難しい、普通、簡単って分かれてる、うん、サービス問題もありますから。そうですね。いやー、ないと困りますよ、それは。でもね、難しいのは本当難しいらしい。やだ、どうしよう、自分でさえ知らないみたいな。どこをね、どんな風に勉強したらいいですかっていうことなんだけども、うん、さっきあーちゃんがね、うん、ちょっと本を振り返りとか、ね、言ってましたから、のっちのインタビューとかね、はい、どんだけ雑誌あるんだよって話だけど。そうだね、まあだから本当にコアな人がやっぱこう買っていくというような印象ですかね、うん、試験の範囲はゆかちゃん15年間だからもうこれ運もありますね。運あります、ね、選択式なので、うん、なんだったら15歳の子とか生まれた時からの話だからね。そうだよね、すごいよ。まあこれはちょっと運も味方につけて、確かに挑戦してもらいたいと思います、はい、これから PTA に入ってもらえれば、はい、まだ試験には参加できますので、全然できます、ええ、ぜひともよろしくお願いします。ほんでね、うん、皆さんには、まあ、Perfumeについて勉強してほしいんですけども、はいはい、クイズといえば、うん、Perfumeの掲示板にずっとPerfumeに関するクイズを出題してる生徒がいてくれてますよね。います。ほんまや。黄色い閃光くん、お世話になってますよ。なんかもうもう有名人だよね。いたじゃんってなったよね。なったよね、うん、ちなみに黄色い閃光くん、問題今まで280問考えてるらしいよ。やばくない？全然私たちのスタッフ総出を上回ってきたね。一人でだよ、一人で。やっぱもう歴が違うね。クイズについては、まあ、例えばこんな問題ですね、はい、Perfumeの曲で香りという曲、言葉が出てくる曲は一体何でしょう、うん、4曲答えてください。4曲あんの、うん、かすかな香り、うん、うんうんうん、ポイントでしょ。ああ、いや、PerfumePerfumその香り、うん、Perfumえ、パッパッパッパ、そう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 、あ、レーザービームに入ってた。香りこ、おのか、そうそうそう、二人をつなぐ秘密の光だった。惜しいな、ちょっと言い踏んじゃった。惜しいな、惜しいな、光だった。ヒント書いてくれてるんだけど、あと一個が、東京ドームレベル3のライブで最後に披露された曲で、あ、願い、違う、違う、ドリームランド、ドリームファイナル、あ、そう、どこに、優しそうの香りをじゃないか、もういいの。香りが引き寄せるって言った？言った？香りが引き寄せるだし。引き逃したかね。あんたがごにょごにょ言っとるで。あ、もうそれ今言ったように。あー、ラジオやのに。香りが引き寄せるらしいよ。あ、ドリームランドと。おー、
すごいね。よう考えるしさ、よく聞いてくれとるよね。そうだね。これはファンじゃないと無理。無理よ。無理無理。だってうちらもやっぱ人が歌ってるとこわからんもん。そうだね。確かに怪しいね。うん。なんとなくは知っとるけど。知っとるけど、うん、だからそこに関してゆかちゃんはまあ覚えてるだろうけど、私とのっちなんかも全然覚えてないもん。人のパートとか歌えんし。うん、ほじゃろ。マジか。歌えんじゃろ。ゴミなのやろ。ちょっとしっかりして。じゃろ。じゃあ思うわ。うんうんうん。じゃけん。いやーやっぱこれはね、やっぱこういうようなやっぱ熱い人は入ってほしいよね。欲しい。うん。黄色い宣告は来てほしい。ね。だよね。私もちょっと考えてみてもいい。え嘘。え何を？何？PTA 検定試験の傾向と対策問題を出題します、うん、あちょっと例題として。はい、Perfume Rocks で、うん、私のっちが、うん、やったことのないキャラはどれでしょう、うん、1番子供のっち、うん、2番メカのっち、うん、3番のっちにお任せ。さあどれでしょう。3番。正解。だって任せらんないじゃん。同じこと言おうと思って。任せろや。には任せらんないわ。やっぱだからケーキは持たせらんないよね。誕生日ケーキは任せらんない。ほんとやだ。はい、ということで、まあこれぐらい簡単だといいですけどね、うん、確かに。私はもう簡単なのいっぱい出すね。あ、ほんと。うん、お願い、うん、そうしよう。ということで、ぜひ皆さん Perfume について猛勉強していただいて、 PTA 検定試験に備えてください。ちょっと待って、話すこといっぱいありすぎるじゃないのよ。あれ岡間キャラだってドリームファイターかかっちゃってんだから。だってドリームファイター、これもね、やっぱあのミュージックデーの時にゲームとドリームファイター、2008年シリーズね、はい、俺はそう呼ばせてもらってる。知っとる2つがそういうことですね。2008年シリーズですよ。はい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 、だってドリームファイター武道館だからね。いや何に怒ってるんですか。2008年の武道館の 2days の時に初披露してるわけだから、ね、オレンジのアンコールって。そうだよ。お見てんだよそれ。俺見させてもらってんだよ。それ いいことじゃないですか。それ腹でもさせてもらいたいっすさ。いい。俺もダンスコンテストの課題曲が、これ、はい、パーフェクトスター、パーフェクトスタイルだろ。てんてれてん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 。あ、来た。あ、来た。はい、みんな腕上げて。こうやってあげる、こうやってあげるね。手をね。親指と小指。あ、アロハみたいな。アロハって言うなよ、おい。ハワイ感一切ねえだろ。いや、でもちょっと。この曲にお前。動きが似てた。もう一回あげろって。こうですね。はい。はい、そうね。はい。パーフェクト。揺らす。そう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 。で俺この後の振りが好きなのよ。これムドちゃん、このね、あの 手と左手と左足前出して、右手と右後ろ足をこう後ろ足こうこうやってやるの、キラキラするのよ。キラキラさせる。最近さ会場が大きくなっちゃったからさ、そこの振り付けの結構移動の時間になっちゃってさ、俺のそこの好きなの見れなくなっちゃったのよ。見たいところがなんか移動のための手段みたいになっちゃって。ここよ。あ、なるほどね、移動しちゃうのよマイク持って。それ本人たちに言ったのよ。あら、そこ移動しないでって。なんて言ってたの、あの子たち。まあでも演出の都合上しょうがないってなっちゃってるのよ。大人ね、大人だから知らないのよ。そういったこともなんか気持ちも込めてね、このやってほしいわけよ、みんなにもね。ダンスコンテスト3回目でしょ。3回目よ。日本武道館で決勝戦できちゃうわけだから。これだからチャンスよみんな。どういうこと。だからもう本人応募するじゃん。オリジナルのその層の気持ちを作るという層の気持ちを。そういうことよ。そうね。入ってみた。パーフェクスター。明日のこの時間は社会の講師クリーパーエブ先生が登場。クリープロックス。さあひら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 ちょっといい気持ちのところ。あれちょっと待って、すっかり忘れてたわ。ちょっとパフィーム越しに巨人が週末挟んでたから巨人らしき。え、みきこ先生これもしかして。いや違う。え、みきこ巨大化したみきこ先生でしょ。ダンスダンスする子いねえかみたいな。あれ、え、なんなのこれ。わかんない。最近ずっといる。怖いね。怖い。何これ。